天の世はすでに終わった。今こそ好天の世が始まる時だ。我を信じる者はその頭に黄色い布を巻き、共に戦え。中平元年春、聴覚を教祖とする教団太平道が権力闘争で腐敗し、大敗しきった朝廷に不満を爆発させ、各地で一斉に蜂起した。信徒が頭に黄色い布を巻いていたことから、この反乱は黄巾の乱と呼ばれた。その勢力は燎原の火のごとく、瞬く間に全土へと広がっていった。狼狽した朝廷は軍を派遣して討伐に当てる一方、各地に劇を発して義兵を募り、数十万にも及ぶ反乱勢力との戦いに臨んだ。この戦いを機に、三国志の世界を彩る数多の英雄たちが歴史の表舞台へと駆け上がっていくことになるのである。
董卓の横暴、断じて許しがたし。今こそ逆賊を打つ好機である。正義は我らにあり。かかれ！身の程知らずめ。討伐軍の奮闘により黄巾の乱は一応の平定を見た。しかしその後も各地で反乱が頻発し、霊帝の崩御も重なり、天下大乱の兆しはますます鮮明になっていった。こうした混乱期に台頭し、その部位をもって権力を握ったのが董卓であった。董卓は朝廷を要して都洛陽に入城すると、軍権を掌握するとともに猛将呂布を味方につけ、その強大な軍事力を背景に非道な恐怖政治を行ったのである。董卓の暴政に不満を抱く各地の軍友は、曹操の発した董卓討つべしの檄文に応え一斉に挙兵。袁紹を盟主とする強力な反董卓連合軍を結成した。初兵2年、両軍は洛陽東で対峙。軍事上の要衝であり難攻不落を謳われる汜水館、古老館をめぐる激闘が今まさに繰り広げられようとしていた。
Yeah!
行くぞ。